ナリーグ優勝決定シリーズ第一戦ドジャース9から0メッツ2024年10月13日ロサンゼルスドジャースの大谷翔平投手30が13日日本時間14日ワールドシリーズ進出をかけたメッツとのナリーグ優勝決定シリーズ第一戦に1番 DH で先発出場千賀広大投手31 から第2打席で右前的地打を放つなどパドレスとの地区シリーズ第1戦以来5試合ぶりのマルチアンダをマーク。ポストシーズンは得点圏打率800と圧倒的な勝負強さでチームの第1戦解消に導いた。試合後、大谷は中継局のインタビューに応じ、得点圏に強い要因を問われ、たまたまじゃないかと思うと返答。 チームとして得点圏に多くチャンスメイクしてくれているので集中できているとした。この日の試合内容についても、一人一人が自分の仕事をしていると思います。先生、中押し、ダメ押しと試合運びが素晴らしかったと思います。ピッチャー陣もジャック含め素晴らしかったと思いますとコメント。チームが33イニング連続無失点の PS 記録を作ったことには、 一人一人が素晴らしい仕事をしています。オフェンスにより集中できる。オフェンスのことを考えていれば大丈夫という信頼があると話した。NHK のインタビューでも PS の雰囲気について問われると、今日もホームの試合でしたけどファンの歓声がすごくて自分自身がより打席に強気で集中できる環境だったなと思いますと話した。初回、大谷は千賀との対戦を前に会釈し,して打席に入り、 線ンも軽く会釈し,して対応。そんなやりとりがあった中で迎えた第1打席は大谷が1ボールから2球目の速球を打ち損じて2ゴロに打ち取られた。しかし、その後地下が請球を乱して1死満塁とすると、西後にマンシーが中前に敵地打を放って2点を先制した。2回の第2打席は1死2塁の後期。先頭のラックスが死球で出塁すると、 エドマンがギダで繋いで大谷に回した。ここで大谷は千賀の初球の甘く入ったカットボールを捉えてゴロで一二塁間を破り、走りながらおたけびを上げた。この敵地打でチーム3点目を叩き出し、千賀はここで降板となった。これで大谷は史上初の50から50を達成した9月19日のマーリンズ戦から得点圏では19打数16安打で打率842。 ポストシーズンに入ってからも5打数4安打の打率800と勝負強さを発揮している。その後、2番手の元西武ギャレットから2投を試みたが、ここはタッチアウト。レギュラーシーズンから続く盗塁の連続成功は36で止まった。4対0の4回1し1塁で迎えた第3打席は左腕ピーターソンとの対戦。この回も無視一塁からラックスがギダで送り、 エドマンが右前適地打で走者を返すと、大谷も1ボールから2球目に甘く入ったカーブを捉えて右翼フェンス直撃の安打。打球速度116.5マイル、約187.4キロの痛烈な打球だったが、一塁走者エドマンが一気に生還して追加点を叩き出した。さらにフリーマンの左前適地打で大谷も二塁から生還し、この回3点を加えた。 大谷のこの打席の安打は5回に記録訂正が発表され、単打と右翼手の早急エラーとなり、打点も取り消しとなった。大谷はメジャー7年目で初のポストシーズン出場。パドレスとの地区シリーズは第1戦で同点スリーランを放つなど、20打数4安打の打率点200、4打点。ダルビッシュの登板した第2、5戦はいずれも4打数無安打に封じられた。しかし、 この日はマルチアンダをマークし、復調気配を見せた。また、ポストシーズンでは無走者の打席は15打数無アンダだが、有走者の打席では9打数7アンダで打率。778と驚異の打率をマーク。